日本東京都練馬区朝日が川岡日川岡は東京都練馬区の町名。現行行政地名は朝日川丘1町目及び2町目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は176-0005。練馬区東部に位置する。北部を道区小竹町、南部を中野区江原町、東部を豊島区長崎、南長崎、千葉屋、西部を道区栄町。 豊田タ上豊田ト北と接する。西部池袋線エゴタ駅や日本大学のエゴタキャンパスがある。バスの停留所はエゴタ駅停留所とエゴタ二俣停留所があるがほぼ同じ場所に存在する。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。9 武蔵区に島区城板橋村あざエゴタ。エゴタ神殿として独立した扱いをされることもあった。その名の通り、玉組エゴタ村の神殿である。1871年11月に、浦和県から東京府に編入された。1932年の板橋区成立時に、エゴタ町となり、1947年、板橋区から分布して、 練馬区が成立したときに、小竹町と共に、練馬区へ移管された。小竹町と旭川岡の二町域が、練馬区に移管されたのは、もともと、板橋警察署江戸田駐在所の管轄だったことに、期限がある。江戸田駐在所が1937年の、練馬警察署設置時に移管され、1944年に、板橋区役所練馬支所が設置された際に、 その管轄範囲を警察に合わせた。そして練馬区の独立時にその範囲をそのまま引き継いだためである。旧町名の江戸田町は中野区江戸田と間違われることが非常に多かったため、1960年に小竹町の一部を編入して地盤整理を行った際に住民投票が行われ、町内にある朝日川丘小学校から朝日川丘と名付けられた。 1963年に朝日川岡小学校は朝日川岡小学校に改名。1987年に栄江町の一部を編入して住居表示を実施し、現行の朝日川岡1丁目から2丁目となった。同区の朝日町とは関係がない随所地名であると言える。江戸田駅練馬総合病院日本大学芸術学部。ありがとうございます。